マサヤ VS チャールズ・クレイジー・ホース・ベネット。エスカップ65キロ世界トーナメント1回戦2試合目となります。マサヤ対チャールズ・クレイジー・ホース・ベネットの一戦です。さあ大江さん、はい、ここでですね SB 日本スーパーライト級王者のマサヤが出てまいりました。今日のマサヤは責任重大ですよ。いや本当そうですよね。このクレイジーホースは本当に名前の通りなんで、いや本当に入場ちょっとありましたけど、はい、このままあのジーパンでそのまま試合するのかなと思われたぐらいな感じでした、ね、お客さんかと思いましたよね。いや本当にそうですよね。ただ彼は実力ありますよ。そうですね、前回のライジンでは K1 のトップスター、はい、木村選手を6秒7秒です、ね、7秒7秒ですか、ノックアウトしましたからね。だからここでマサヤが、勝利することは大事なことですよ。そうですね、いきなりこれあのベネットが行くかなと思ったんですが、ここはゆっくり見ます。おお前に出てくる。ただガードないですよね。本当 に、ね、これ下げてるんですよね、うん、ガードね。ただこうやってあの野生の力で戦う選手っていうのは、はい、ガードさせると弱くなるんですよ。ああそうなんですか。あのだから、まあ、あの同じようなね、こういう野生系ビースト系であの売れた選手、売れた選手というかそののし上がった選手では、はい、あのキャリアを積む中でねトレーナーを雇ったりね、はい、あのいろんなことを学んだりしちゃうんですよね。そうですよね。そうすると逆に勢いがなくなっちゃう、はい、例えば一番代表的なのはボブサップですよ ね、 そうですね。いきなり出てきた時はアンデルソンを倒しましたよね、はい、だんだんね見るも無残な姿にボブサップになってきましたよね。だからね、はい、野生の力を使う人はこのまま行ってほしい。あもちろんライジン本戦に出る時もこのまま行ってほしい。この、うん、ノーガードでの状態。おここはねレフリー、まあ、今平さんがレフリーをやってますけど、もう平さんじゃなきゃダメだったんですよこれね、きっとね。あそうなんですか。いやいやだからもう今みたいな場面で止められない。止められない。そうですね、グラップラーバキですから本当ですよ。本物ですから。本物ですからねこの人ね。いやーこれガードこの状態でよく試合すごいですよね、うん、いやいやもちろんね、はい、このキャリーのキャラ、あ聞いたね聞いた、ダウンかな、これダウン、ダウンですか、ダウンです、ね、まあキャリアそのキャラ的なものだけを見るとね、はい、なんだこいつと思いますけど、やっぱり今みたいなタイミングでパンチを切れあるパンチを打ったりするんですよ ね、 そうですね。よくあの相手のパンチ蹴りが見えてますよ ね、 すねこの選手ね、はい、ただ今これ今アナウンスありましたけどもトーナメントですから、2ノックダウンで負けになります。あもうここでじゃああと一発ダウンしてしまうと負けです。負けですよね、はい、うんこれはちょっとベネット実力本当にあるんですよねこの選手ね、はい、ただ、まあ、マサヤはだなもうちょっと手数出す上でもうロー必要ですけどこれやっぱ頭はい切りたいですよね。うーんうわーボディ、この先ほどからボディのパン、うん、音が結構聞こえるんですよね。そうですね強いですよ、パワーありますよね。それインパクトがありますからね強いですよ、はい、これ一発当たってしまうとマサヤも苦しい。あのねあとその今このタイミングもちろん難しい戦いですけどこういう変則的な選手に対してはね、だけどやっぱり攻撃しました、防御しました、防御したら今度は攻撃しますっていう行ってこいの戦いではね、はい、カウンターで取れないですよね。だから相手が攻撃入るところに自分の攻撃を合わせていかないと、または自分が入るときに相手が合わせてきたもの、これはやり合いになるんですけども、そのね5つ攻撃があるんだったら 2.5 度へ返していかないとやっぱり結果が結果というかねその要するに劣勢というのはつかないですよね、はい、いいものは当てられないですよね。うーんだから一通りの相手の技はポンポンポンもらいました、じゃあ今度は僕の攻撃ポンポンポン、この繰り返しだともうやっぱり判定になりますよね、はい、どうした今途中からなんかちょっとなんでしょうね疲れたのか、疲れてる感じも見えたんですけどね、そういうところも含めて野生の力ですからね、ここからがです分かんないですよね。またそのやっぱりその瞬発的なものはあるけど持続的なものはないのかもしれないですし、これはただ普通に休憩しているだけかもしれませんし、まあ、2ラウンドになったら分かると思いますけどちょっと疲れてるかもしれないですね。ちょっとね途中から何か疲れた感じが急に疲れたんですよね。まあ、そのあたりもこのベネット選手の面白いところといえば面白いところなんですけどね。そう、はい、だからやっぱりもしかしたらベネットは1ラウンドで
倒しておかなきゃいけなかった、あの、ね、あのマサヤを倒しておかなきゃ厳しかったのかなっていうところもあるですよ。ですね、うん、まあ、最後、うん、マサヤはこれどんどん攻めなきゃダメだなこれは、これは素敵な笑みを浮かべているベネット。マサヤここで第2ラウンドで何とか決めたいところです。1ラウンドは1つダウンを奪われています。もうね、これミドル1つ2つ蹴っといて、うん、次はハイに行きたいね。そのハイに行きたいというところでハイが出るのかどうか、うん、ミドルですね。いや、上行きたいね。ミドルキックを数発打ってから次を切り替えたいですね。どうなんでしょう、これミドルキックからもなかなかハイに行けないのは何か、いやいや、やっぱりいきなりものすごいタイミングで突っ込んでくるんで、合わせてくるんでね、その辺は躊躇してるんだと思いますけども、ただそこはやっぱり少し行かないとダメだな。あ、疲れてるかな。そうですね、疲れてますね、ベネットね、はい、あー、しんどい、今膝が入りました、今膝が入り、あ、かなり疲れているような感じですね。なんだなんだ、これなんでしょう。今タイムストップです。んこれはセコンドに何か平さんから、まあ、ちょっと休んでますね。なんか下に聞くをフリーをして、ね、なんだなんだと今これ、いや、かなり疲れてますね。休んでます休んでます。いや、もうここマサヤ一気に行かなきゃダメだ。今ここがチャンスというところでしょうか、うん、チャンスチャンスチャンス。さあミドルから、あー、もう疲れてます。いや、上上行こう上行こう。明らかに第1ラウンドとは動きが変わったベネット。そしてこれマサヤ、今がチャンス、うん、ミドル、あ、そう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 、今がここが第2ラウンドがチャンスです。さあなんとかここはポイントを取りたいところ。ボディ効いてるボディ効いてる、うーん、フラフラ、もうこれかなりもう消耗しますねベネット。いや、ここはすっきり倒したいですよ、すっきり、はい、もうここはマサヤがなんとかしないといけない時間であります。さあラッシュパンチ、もう何もできないベネット。一方マサヤ、ベネットサンドバック状態か、ダウン、ダウンを奪いましたマサヤであります。いや、ベネット苦しい表情、ここで試合終了。赤コーナー、シーダー、大江さん、これはもうベネットかなり体力消耗しましたから、レフリーストップというコールがありましたけど、はい、まあ、あと続けてでも、もうちょっとね、無残なやられ方をしたと思いますよね。まあ、ストップはあれで良かったと思いますよね。そうですね。さあ、これベネット1ラウンドにもしも決めてたらちょっとわからなかったですね。いや、2ノックダウンね、取れば、はい、ノックアウト勝ちでしたから。そうですね。ただ、まあ、2回戦に向けて彼が、はい、もう1回やれたのかなっていうね、疑問もありますけどね。これ本当に決勝まで残るともうボロボロになっちゃうような状態ですよね。投げちゃったんじゃないかな、もう1回勝ったから入る。